少女 A を歌わせていただきました。私の名前が葵で頭文字が A なのでそれにかけてこの曲を選びました。そして歌詞の中で17歳と出てくるのですが私は15歳です。今日はよろしくお願いします。それでは次の曲も昭和の曲を歌わせていただきます。青いウサギ。
で次の曲は中島みゆきさんの曲を歌わせていただきます。この曲を知ったきっかけは歌ってみたらとリクエストをいただいて聴いてみてすごく好きな歌詞で、中島みゆきさんの曲の中でも大好きな曲を歌わせていただきます。ちょっとお水タイムに行きます。それでは聴いてください。時代。通称 HML というミュージカル教室に通っています。コケピオもそこから生まれたグループです。次の曲はちょっと途中にセリフが入ってきたりする、ちょっと言い過ぎだね、ミュージカルっぽい曲調の歌を歌わせていただきます。聴いてください。 Part of your world。
次はオリジナル曲を歌わせていただきます。先ほどの曲も人魚をテーマにした曲でしたが、次も人魚の切ない思いを歌った曲です。笑い声が聞こえたそれでは聴いてください。 Believe 人魚のように。月の道を渡る船が夜を照らしてく。迷子になるからそっと君の手を握った。海に沈む嘘も夢
所で告知をさせてください。6月24日土曜日、K&M ミュージック新宿店さんで、天使カフェライブ生演奏でやらせていただきます。イエーイ。ゲストでコケピオの前田あやめちゃんも来てくれます。そして翌日、ワロップ放送局にてコケピオの時間、久しぶりに5人でのライブです。詳しくはツイッターなどチェックしてください。次で最後の曲となります。ありがとうございます。ちょっとお水タイムに行かせていただきます。次はちょっと原曲とはかなり違ったアレンジの曲を歌わせていただきます。黒猫のタンゴ。ありがとうございます。以上、クシピオのリキ